どうもお疲れ様です。10月27日朝6時の相場解説になります。まあいよいよね、上昇が始まってレンジマーケットを設定することができるようになりました。でこちらの確定した陽線ですけども、例の形が出てますね。例の形、確定した陽線は実体があって上ヒゲ下ヒゲという風な形で、まあ均等にこの中がね語られてますね。上ヒゲと実体と下ヒゲの長さがそれぞれ同じような感じで作られています。ということはこの後のローソク足がキーを握っていると言ってもいいでしょう。まずはその現状認識をしてください。でこちらの方はもうすでに超えてますんでね、ここね、だからここからは151円に向かうっていうことですね。前回が152円で相場に介入が入ってますから、もうそろそろっていう感じはしますけども、今回緩やかに進んでますんで、多分介入はもっともっと先なんじゃないかなと思いますね。で4時間足なんですけども、ひときわ目立つのがこの上と下についたヒゲです。これ原因不明ですけども、大きく上に触れて下に戻ってきて、さらに揺り戻しで今の価格に落ち着いたということだと思いますんで、一時期ね149円の700あたりまで行ったんですよ。でレジサポを149円の900とかに設定した方は瞬間含み益を取ったんだけども、すぐに、それがねなくなってしまって、ちょっとした損失みたいになったと思います。で上の方にも跳ねたんですけども、まあでもね151円を暗示するぐらいにとどまったかなっていうところが、ここら辺での見方になります。じゃあ今度1時間です。1時間はこちらの上髭下髭をちょっとね覗いて考えていくと、まあレンジがもう作られてますよねってことです。髭先でまずはマークする、これも髭先でいきましょうか。で次実体で取っていくと、実体ね、ここで取ってもいいかな。はい、こんな感じでレンジインレンジができたかなっていうところですね。これが4時間で見るところです。あと場合によってはこれね、収束のようにも見えていくかもしれませんけども、それも意識していきましょう。まあどちらにしても、どっちかに抜けた方向についていけばブレイクは起きると思います。じゃあ、どうですかね。1時間、こういうふうに確認して、今の現状認識ができたら、今度はカレンダーの方いきますよ。もう一個。これですね。今日金曜日ですけども、朝8時半にこういう風に材料入ってますけども、あまり気にしなくていいと。今日はだからテクニカル的にずっと押していけば、18時とか19時に決済してノーポジションになるでしょ。その後にアメリカのこのね、個人支出が出てきますんで、それに合わせて週明けに勝負していきましょうってことになります。今日はもう一個見ます。こちらです。ニューヨークの為替原油指標っていうのがありますけども、こちらよりもこっちかな、米経済引き続き消費が支える可能性、高金利長期化も、金利はまだまだアメリカ上がるみたいですね。なんせ1000兆円も財政出動してますからね、さすがにそうなるだろうと、物価高にインフレにまだ賃金がついてきてない、でも消費は旺盛ですよってこと。失礼しました。まあクレジットっていうね背景がありますからね、アメリカは。クレジットで破綻してもまた綺麗になって再スタートをね何回もできるんですよ。まあ細かくはまた別の機会にお話ししましょうか。で改めてなんですけども、今日の方針です。レンジを描いて移動すると思いますんで、レンジインレンジですね。レンジインレンジの場合、これ1時間ですけども、実体で線を引くところね、これも実体でいきましょうか。それがヒゲ先で考えるところ、なんかちょっと形変わりましたね、さっきとね。何が違うのかな。あ、これが勘違いです。すいません、こんなの気にしちゃダメですね。すいません。はい、申し訳ありませんでした。ヒゲ先をマークするのはこちらでした。はい、こんな感じですね。すいません、これはダメですよ、こんなところ見たら。はい、すみません、さっきと色が違うんでくっきりと黒でなぞらせてもらいますけども、このレンジとこのレンジを意識してトレードをテクニカルでしていきましょう。
ということでございました。はい、お疲れ様です。